あなたが1番と言われたら、つまり2番がいるということで、油断するなと受け止めるといいらしいね。こんにちは、人狼 VS 乙女ゲーム実況者グノーシア実況をやっていきましょう。主人公の名前は鶴の椎茸です。グノーシアが人類を消し去ろうとする脅威の存在で、つまり人狼のポジションね。それを議論で見抜いていくゲームです。乙女ゲームで鍛えた力をここで活かしつつ、ここで鍛えた力を乙女ゲームに還元していくというサイクルを築いていきたい考えです。人数設定はやっぱり10名がちょうど良かったかなと動画の尺的にも感じました。グノーシアは2体ぐらいかな。で、やっぱりね、10名ぐらいにするとメンバーにどのキャラがいてどのキャラがいないっていうのも戦略に深みを出すんじゃないかなと思ってるんですよ。誰が揃うかも楽しみにしておきましょう。で、今回役割はね、守護天使にしようと思っています。前回ね、バグ発生イベントで遮られちゃったんだよね。で、この守護天使っていうのはね、空間転移時に一人だけ選んだ相手をグノーシアから守ることができますよ。人間側なんだけどね、さらに守ることもできるっていうポジションです。これでやっていきましょう。この条件でよろしいですか？はい。さあ進めていきます。今度こそできるかな、守護天使。これはまた皆さんお揃いで。ああ、分かってますって。グノーシアがあれであれなんだろ。まあ、全く伝わってこないけど、オーケーオーケー、始めようぜ。さあまずはね、メンバー誰が揃っているかデータ参照を見ていきましょう。乗員データですね、こんな感じです。それぞれの特徴を簡単におさらいしていきましょう。まずジナ、能力低いけど真面目。ラキオ、超論理派特化型。ステラ、論理派寄りの無難な性格。セツ、バランス型の仕切り役。シピ、直感寄りのバランス型優等生。ジョナス、嘘が上手なハイスペックダンディズム。乙女、論理派で正義感が強め。シャーミン、議論のスキルがなくても生き残りやすい。レムナン、直感型寄りだけど影響力は薄めということで、このメンツが揃ってるわけですが、仲のいい人ジョナス、まあ優秀なねキャラクターが味方についてくれてるのは嬉しいけれども、グノーシアじゃないといいなといったところでしょうか。早速進めていきましょう。まずは様子見る。提案、留守番権限を持つ者は恐れず名乗り出てほしい。早速仕切ってます。うん、ジョナスが良かった、人間側だね。前の停泊地では私は船から出ていない。何？船内でいろいろやることがあってね。従って私を疑うのは敵を利することになる。ああ、ジョナスも船にいたな。俺も居残り組だ。イケメン2人が居残り組でした。うん、まあジョナスか、まあ狙われちゃう可能性もあるんだけれども、味方であることはかなり強みになりますね。5分の2ターン目も様子見ていきます。スーテラがまがいものなんじゃない？そんなので本物の人間だったら逆に哀れだよね。うん、こうやって舵を切っていきますね。そうですか？私、その、まあ誰かが探り合わないとどっちにつくべきかっていうのもね、まあ誰を守るべきかっていうのも見えてこないしね。ラキオの狙いは何？私たちの分断？そんな手に乗るわけにはいかないな。うん、僕もそう思います。ステラさんは変じゃないです。まあ、ステラ側についているのがレムナンとセツってことか。うん。まあ、とりあえず現状ではね、うん、人間と分かってるジョナスを守護天使としては守りたいって状況だよね。で、まあ、まだ様子見ましょうか。情報が不足しておりますから、印象に過ぎませんが、ラキオ様のご様子は、やや不穏に感じられます。まあ、疑われましたからね、やり返しといったところでしょうか。ラキオ、ラキオね。確かに不審かな。まあ、ジナ能力低めだけど、真面目だからね、自分の正義感は貫いてきます。へえ、君、この僕を疑ってるんだ。ラキオさん、大丈夫です。私、ラキオさんは大丈夫な人だと思うのです。まあ、どんな根拠でって感じだけど。まあ、乙女は論理派なんだよね。うん、僕もそう思います。ラキオさんは、変じゃないです。うん。二極化しましたね。ラキオかステラ、どっちかに票が集まっちゃいそうだけれども。どっちかの立場を取っておかないと自分も疑われちゃうかなって気もするので、まあ、次何か話題に出た時は乗っかろうか。
僕がエンジニアさ。16時間もあればグノーシアを判別できる。君たちはただ僕が探し出したグノーシアを処分していけば。なんか疑われ始めたから名乗り出た感じかな。エンジニアはこの船に一人しか乗っていません。それなのに僕エンジニアなんです。レムランはさっきねラキオの味方をしていましたけれども、こうなってくると事情変わってくるかもね。違う、エンジニアは私。次元管理コアへのアクセス許可は私しかないはず。3人出てきました。まあ、この中にグノーシアは紛れ込んでるわけですよね。ジナ、ラキオ、レムナンか。こりゃドイツを信じたもんかな。どっかの立場は取りたかったけど、ちょっと難しい展開だな。まだ何も発言してないのは自分だけになってるから、どっかに乗っかりたいんだけどね。様子見ます。うさんくせえやつったらジナじゃね。おう、よかったです。ジナさんを疑ってる人がいてくれて。全く判断つかない状況だよな。でも最後の最後でわざわざ出てくるっていうのもなんだかね。なんかレムナンはねラキオに味方しているにもかかわらずわざわざ出てきたっていう意図を感じるけど、一番意図が見えづらいのは確かだったよねって思うと、ちょっと疑ってもいいのかな。これがどう傾くか分かんないけど、疑いに同調する。自分もジナを疑っていたことを告げた。そう、私が疑われてるんだ。あるいはですが、シャーミン様はジナ様を疑うことでご自身への疑惑をそらすおつもりではございませんか。お、目立たないシャーミンが。あ、でもここは誰も乗っかってこなかった。とりあえず様子見ると、投票に移るかな。私たちに残された時間は限られています。誰をコールドスリープさせるか決めましょう。最初のターン難しいけれども、ステラかラキオかっていうところに行きそうだったけど、ステラは何にも名乗り出てこなかったんですよね。この辺どう捉えるかなんですが、さっきの推理からしてもジナがとりあえず怪しいかなと思うので、ジナに投じてみましょうか。集まっちゃいそうだけどね。どうでしょう、みんなのね票の動きも気になるけど。さあジナレ、さあどうなる。割れそうだね。さあ結構割れてますが、お、割れた中でジナに3票集まってコールドスイープ。もうなんか自分に委ねられていた気がしましたね。票の整理していきましょう。セツに対してジョナス乙女、ジナに対して自分ラキオレムナン、ラキオに対してジナとステラ、ステラに対してシピシャーミン、乙女に対してセツとなっております。で、直感型のキャラクターがシピとレムナン、論理派がラキオ乙女ステラとなってるんだよね。で、前半は直感型のキャラクターっていうのが大きなヒントになっていくかなと。この主人公自体もね、直感はちょっと薄いので、直感型のキャラクターを頼りにしていきたいんですが、その直感型のシピはステラに投票し、レムナンはジナに対してか。あとはね、ラキオが出てきたタイミング的に本物のエンジニアかなって思うんですよね。自分が疑われ始めてっていうタイミングだったのもあるし、もしエンジニアだったら今出るタイミングかなっていうことだったんじゃないかなと思うんですよね。となるとジナとレムナンの味方探しになりますよね。どっちかがグノーシア側ということですよね。で、ジナの味方はステラ、シピの直感は合っているのでしょうか。その辺が注目のポイントになりそうです。次へ向かいます。おやすみなさい。私みんなの夢を見ると思う。ジナはグノーシアか AC 主義者あたりかなと思っています。ジナがコールドスリープしました。あとはバグっていう可能性もあるのか。そんなところですよね。で、レベルアップができるんで先にやりましょう。イベントもありますけれども、まずレベルアップです。カリスマをちょっとずつ上げようとしてるんだよね。20でこのねパラメータ20にするとスキルが解放されるっていうのもあるんですが、せっかくこんだけ論理力高めてるので、そこについてくる人を増やしたいっていう意図を今ね持っています。カリスマちょっと上げつつで、イベントですね。ジョナスが求めています。ここは味方につけておきたいよね。さあ何でしょう。嵐が吹き荒れている。グノーシアという名の嵐が。しっかり我々人間はただ身を寄せ合って嵐をやり過ごすほかあるまいよ。何の話？
鶴の椎茸、鶴の椎茸よ、このジョナスと心を合わせ南極を共に乗り切ろうではないか。うん、これ仲間の提案ですね。もう間違いなくこれは必要でしょう。発言協力する。これからは力を合わせようとジョナスに答えた。もう間違いなく味方だって分かってるわけですからね。英断だ、君のその選択を。ふふ、後悔はさせないさ。これは心強いね。まあジョナスは何を根拠と思ってこっちに味方だと思ってくれたんでしょうか。まあそこも気になるけどね。で、まあ守るのは当然ジョナスでいいんじゃないかな。まあシピ襲われちゃった場合は、まあ逆に言えばシピに勘づかれてるって危惧してるっていうことですから、シピの勘、まあステラとかがね怪しくなってくるっていうのが見えるんじゃないかとも思いますし、まあシピ生贄になっちゃうのはちょっと嫌だけど、まあジョナス守りましょう。あ、レムナンが消滅しました。ほう、ちょっと読みが外れてきたね。ちょっとこれ冷静に考えましょう。まあでもこれレムナンのジナ狙いの直感が合っていたからかもしんないね。そうなると結局ジナの味方はステラになるよね。ステラ側からするとステラに投票したシピやシャーミンに直接手を下してしまうと怪しまれるから、時点でジナの敵だった人物を消しているのかもと思うのですが、どうでしょうか。次へ行きましょう。どうかね。レムダンを狙ってきたか。グノーシアの連中も考えたな。うん、シャーミンの考えはそういうことじゃないのねえ。なんとなくそんな気はしますが、とりあえず様子見ます。おい、次の報告頼むぜ。まあ人間側だからね、悠長に言っておりますが、狙われちゃうよそんな感じでいると。調査結果を報告するよ。シャーミンはグノーシアじゃなかった。やれやれだ、どう見てもシャーミンは不審者だろ。まあこんな言い方しなくてもと思うんですけどね。まあシャーミン人間だとラキューは思ってると。まあエンジニア権限があるものは今のところね、もういなくなっちゃいましたから、ラキューを信じるしかないという展開ですけれども、とりあえず話進めましょう。ただのガンだけどな、ラキューはダメかもしんねえ。なんかそうは思わないんだけど、まあシピはね直感型だから。でも2ターン目になってくるとそこもちょっと薄れてくるかなと思うんですよね。ちょっと擁護してみましょうか。弁護する。ラキオへの疑いに反論したと思うんですけどね。まあその前提で話進めちゃうからわかんないけど、まあ立場明確にしつつ様子見ていきましょう。ステラは何か隠してるんじゃない？うん、そう思いますね。次に怪しいのステラかなと思っています。まあ誰か攻めるでしょう、そこに乗っかろう。喋りすぎだからね。そうですか、私その、まあ、この主人公もあんまり発言をしすぎてしまうと目立っちゃって投票で消されちゃうっていうのがあるんだよね。まあ守護天使なので消されないようにしておきましょう。ラキオの狙いは何？私たちの分断？そんな手に乗るわけにはいかないな。うん、説はステラ側なんだ。ステラさんの変なところ私見つけてないの。あ、超論理派の乙女もそう来るんだ。ああ、どういうことなんでしょうね。自分としてはステラ怪しいかなと思っていたんですが。うん、発言しておこうか。でもこれ弁護に加わるしかないんだ。じゃあスルーするしかないね。ああ、そう、否定派いないんだ。ステラかなと思ってたんだけどね。様子見ます。そうですね。ラキオ様の態度には少し疑問があります。はあ、ステラそう出てくるよね。まあそうだよね。敵視されてんだもんね。ほう、私も常々思っていたよ。ラキオを残しておいては諸君のためになるまい。どうな。うわ、味方のジョナスがそう来ちゃったら乗っかるしかないかな。まあ自分よりスペック高そうだからね。でも手組んでるって分かりやすく動いちゃうと自分も消されちゃいそうだし、とりあえずスルーで。ラキオの様子が変なのは俺も心配してんだよ。へえ、君この僕を疑ってるんだ。まあラキオ劣勢な展開になってきちゃったね。ラキオさん大丈夫です。私ラキオさんは大丈夫な人だと思うのです。まあ乙女は当初からその姿勢ですよね。ちょっと難しくなってきちゃったな、矛先がね。どうしたラキオ、一人で抱え込んでいては辛いだろう。優しいようで優しくない攻め方。ラキオの様子が変なのは俺も心配してんだよ。まあ人間二人がそっちに
つくのか。うん。ラーキオ、こっち向いて、よーく顔見せな。あ、お前やっぱ怪しいわ。なんかみんなで、なんかね、ラキオを攻めてる展開になってるね。自分の予想とは違うのか。へえ、君、この僕を疑ってるんだ。ラキオの味方もいないしね。どうなんでしょう。ああ、このままだとラキオに向かいそうだね。ステラかなって思ってたんですけど。様子見ます。提案、ドクター権限を持つ者は恐れず名乗り出てほしい。あ、そうだね、それも出てきてなかった。誰なんでしょう。私、医療用分析装置使えます。だから凍った人調べたら多分わかるの。グノーシアさんかな、違うかなって。待ってください、この船のドクターは私です。お願いです、信じてください。ステラと、そうだよね、敵対する関係にはなりますもんね。ラキオと乙女はペアな感じからすると、そうなってきますよね。でも確かに、レムナンが本物のエンジニアという線もあるのかもね。ラキオの味方を最初していたはずなのに、わざわざ後からエンジニアを名乗るメリットがないもんね、レムナン側からすると。そうなると、ラキオの味方は乙女、ジナがグノーシア側の人間、AC 主義者かな。どうなんでしょうね。ちょっと様子見ましょう。私たちの戦い方、投票を始めようか。敵を排除するんだ。そんな気ちょっとしてきたけれども、乙女に投票するっていうのもありかな。ラキを消してもいいんだけれども、ラキを一回擁護してるからなんか不自然に思われそうだし、でもジョナスと同じ動きをするっていう意味ではラキを消しに行ってもいいのかな。ジョナスとの仲も考えるとそうしようか。ラキを消しましょうか。ちょっと全然ね、方向性変わってきちゃったけど、流れ的にもね、そうなってきたし、行きましょう。さあ、ラキオに、ラキオ乙女にも投票してる人いるね。票の整理していきましょう。ラキオに投票したのが、自分、セツ、シピ、ジョナス、シャーミン、ステラに対して、ラキオと乙女。もう、ラキオと乙女で決まりじゃないの？どうなんでしょう。次行きます。この僕を冷凍睡眠させるんだ。救いがたいね。集団自殺する動物のようだね。ああ、僕はいいよ。構わない。たとえ僕には死刑宣告に等しいとしても、甘んじて受け入れよう。むしろ甘美だよ。甘類者だね。最後まで強がる。ラキオがコールドスリープしました。で、ここで誰を守るのかってことですけれども、もし乙女だとしたら、もうステラを守るっていうので決まりなんじゃないかな。もちろんね、味方っていうジョナスをね、守りたい気持ちもあるけれども、乙女が襲いそうな人物ってなるとそうなってくるんじゃないのって思いますし、じゃあステラの元に行きましょうか。ちょっとね、話聞きたいし。何かご用ですか？家中の人間ですからね。で、誰を守りますか？ステラでいいんじゃないかな。これで人間のどっちか襲われるパターンももちろんあると思うんだけどね。でも乙女の論理的な思考回路からすると、もしかしたら間接的にこっちを消すっていうパターンもあると思うけど、ステラがいなくなっちゃったら一番困るから、ステラがね、そのね、ラキオがグノーシアと判定してくれるかどうかってところも気になるし、ステラ守りましょう。さあ、どうなる。うわー、狙われちゃいましたかー。そっか、自分は守れないもんね、守護天使。これは防ぎようなかったね。外してましたね。乙女とシャーミンの組み合わせだったんだ。ラキオバグか。いやー、バグがね、加わってからのその戦術、見えきれてなかったね。なるほど。そっかー。いや、シャーミンは読めてなかったな。出だしの方だよね。ステラには疑われていたんだよね。でも直感型じゃないからスルーしちゃったんだよな。前半だったしね。エンジニアに名乗り出るところに一人はグノーシア混ざっているだろうっていう確率の高い方を攻めたので仕方ない部分もあるけど、いや、エンジニア調査じゃないと消せないバグの存在、厄介だね。
データ参照も見ていきましょうか。公開にしてね、それぞれの思惑を見ることができるんですが、まあやっぱりね、そうね、ラッキーオがね、本物のエンジニアじゃないっていうのは見抜き始めたので、その時そうだね、この調査の結果シャーミーは人間だった、このポイントで、まあ、シピは嘘に気づいたってことですけれども、ここだったね、そのラキオが本物ではないっていう考えに至った時に、もうちょっとなんだろう、視野をね狭めずに行けばよかったのかなって、もう決めきっちゃったもんね、ラキオと乙女のペアじゃないかと。いやー、そうだよな、バグっていうのはある意味で誰も味方になんないし、群れないからこそ難しい存在だよね。ちょっと勉強になりました。まあバグとしての立ち回りっていうのもね、エンジニア名乗るとエンジニアに調査されづらいのかもしんないっていうね、この辺の立ち回りも自分がバグをやるとき参考になるかもしれません。いやー、そんな感じで、せっかくねジョナスと仲良くなっていい立ち回りできるかなと思ったんですが、狙われてしまいました。ちょっと反省点の多い回にはなりましたが、まあこれもね、次回に生かすための、まあこういう失敗ってのはね、成功に転じた時プロセスになりますから、そう信じてね、まあこれも乙女ゲームに生かしつつやっていければと思います。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回こそ勝ちましょう。次回もまたよろしくお願いいたします。